ね、これ湯焼きするとかヒカチータだから、まあ、その場でね、すぐ終わっちゃうんだけど、食べさせるのはなかなかそうすぐには終わらないですもんね、目標量をやろうと思ったら。はい、じゃあリスタートしてね。あのワンちゃんとか猫ちゃんだとね、1日2回でやれちゃうんですよ。結構口が大きくてたくさん入れるね。そうそう。ただまあそれでも直接こういうふうに やると、うん、あの時間はかかります、うん、ただそれができん子もいるんですね。そうすると食堂の胃の手前までチューブ入れてやれば、うん、結構入れれますね、うん、1日を2回に分けて入れることは可能ですね。ポジットしてるごめんね、元気は出てきてるんだよね。嫌は嫌ってすごい言うようになってきたから。よいしょ、ごめんね。あそこ血をまっすぐするのと頭の危ない。よいしょ。あ、ちょっと。もっとちっちゃい注射なんだけど、なんかいつも以上に。セットして、そっちで。皆さん。はい、じゃあ。途中のブロック外して。